ゴジラ 1.0 神木隆之介&浜辺美波引っ張る存在から戦友へ1年通じて関係に変化。9月に行われた映画ゴジラ -1.0 の完成報告会見で神木隆之介が主演、浜辺美波がヒロインと発表された際、当時放送中だった連続テレビ小説らんまんのコンビということもあり大きな反響が巻き起こった。当時、親睦は、ゴジラ、の撮影が先、と明かしていたが、2023年を通して、親睦と浜辺はエンターテインメント界に多くの話題を提供したのは確かだ。そんな二人が、ゴジラ 1.0 に参加した思いとともに、変化したお互いの関係性について語った、取材、文、磯部正和。浜辺美波、ゴジラに出演できる女優に。1954年に公開された第一作目から来年で70周年となるゴジラ記念作品であり、日本で制作された実写版ゴジラの30作品目となる節目の映画。親睦は、どのぐらい自分が背負えるのか、と大きなプレッシャーに向き合う覚悟が必要だと感じていたことを明かすと、いろいろと責任がある中、公開時に30歳という年齢になる僕が、どの程度その責任を全うできるのか試してみたかった、とオファーを受けた理由を明かす。一方の浜辺は、本作のオファーを受けた時は、幸福な瞬間だったという。2011年、第7回、東宝シンデレラ、オーディションニュージェネレーション賞を当時小学生で受賞し、ゴジラを生み出した東宝の芸能事務所に入ると、必然的にその存在が近くなっていった。本社にもゴジラはいますし、東宝スタジオに見学に行っても、入り口にゴジラはいます。自然とゴジラを目にする環境にいましたし、出会う人にゴジラという作品の凄さを聞くたびに、自然といつか出演できたら、という思いが刷り込まれていたと思います。いろいろな人から、ゴジラに出演できる女優さんになってねと、声をかけられました。さらに2018年、日比谷の東宝本社ビルの前に佇むゴジラ像の除幕式には、ゴジラ作品にも出演する沢口靖子と共に参加。あの除幕式で、沢口さんは出演されたことがある方ですが、私は作品を見ていただけという立場なのに呼んでいただいたので、思いは余計強くなりました。だからこそ、記念すべき作品でオファーを受けたときは、念願が叶ったという幸福感でいっぱいでした、と当時を振り返る。ゴジラは恐怖の象徴。親睦が演じるのは、戦争から生還するも家族を失った敷島光一。浜辺は戦争で両親を失い、荒廃した日本で敷島と出会う女性、のりこに扮する。二人は日本に上陸してきたゴジラの恐怖と絶望に打ちのめされる。完成した作品について、親睦は、とにかく恐怖です、と、人々に絶望をもたらすゴジラの圧倒的な存在に畏敬の念を見せると、少しでも動いたらやられてしまうという怖さで一歩も動けなくなるような感覚。そんな凄さがあります、と表現。さらにメガホンを取った山崎隆監督のこだわりも随所に垣間見られるようで、IMAX で見させてもらったのですが、とんでもない迫力を感じたのに、さらに音響担当の方が、音の角度がどうなのか、みたいな話をしているのです、と細部にまでこだわる山崎組の英知が結集した作品になっていることを強調する。一方の浜辺は、親睦とは少々違った感想を持ったようで、生活の部分というか、戦後に荒廃した土地で暮らす人々の一人を演じたので、あまり戦闘シーンの撮影はなかったんです。だから、映画を見て大迫力に圧倒されたという部分はあったのですが、私は特撮系の作品も好きなので、怖さというよりは、ワクワクしながら見ていました。ゴジラに会えた時は本当に嬉しくて、わあゴジラだ、って言ってしまいました、とエンターテインメントとして堪能したという。
本作は、日本での公開から約1ヶ月後に、ゴジラマイナスワンというタイトルで、北米上映も決定している。親睦は、宣伝をすればするほど、作品の大きさに緊張してくるんです、と述べると、海外上映もすごいですよね。本当に規模が大きい。日本が世界に誇れるコンテンツなんだなと実感します、としみじみ語る。浜辺も、想像以上の規模で世界への公開が進んでいるみたいですね、と驚くと、山崎監督をはじめとする、白組さんの技術力の高さは世界基準なんですね。報告会見の様子を YouTube で見ていると、外国の方からのコメントもすごいんです。どんな反響をいただけるのか楽しみです、と目を輝かせていた。二人の絆は、戦友、のよう。10月18日に行われた本作のレッドカーペットイベントでは、手を取って浜辺をエスコートしていた親睦。この二人といえば、2023年4月から9月まで放送されていた連続テレビ小説、らんまんで夫婦役を務めたことも記憶に新しい。さらに、世界中から注目を浴びるゴジラシリーズ最新作でもコンビを組んだことで、まさに2023年のエンターテインメントの顔となった。完成報告会見でも話しましたが、この作品の方が先だったんです、という親睦は、ゴジラ -1.0 の撮影があって、らんまんに入って、それが終わって映画のプロモーションで再会と、長い時間を過ごしました、と語ると、ゴジラ -1.0 の撮影の時は、僕はまだ年上として頑張らなければ、という気持ちがあったので、どこかで引っ張っていきたいなという思いがあったんです、と述べる。その後、らんまんの撮影で、1年以上にわたって作品を共にすることで、年上とか関係なく、一緒に乗り越えていかなければいけない戦友、と浜辺への気持ちが変化していったという。さらに親睦は、いい感じで、以前より雑な扱いになっていると思います、と告白する。親睦の発言を聞いた浜辺も、確かに雑になりました、と笑うと、親睦は、前の方がもっと丁寧だったかな、と苦笑い。浜辺は、まあまあいいんですよ、いいんです、といなす。さらに浜辺は、取材でもお兄さん、親睦、がいっぱい話してくださるのがわかっているので、安心して任せられます。たまに5分間ぐらい喋り続けてくださることもあるのですが、そういう時は、ああ喋っている。多分スイッチ入っちゃったんだろうな、って独自の楽しみ方を見出している途中です、と笑みを浮かべた。大きなプレッシャーの中で臨んだ本作だが、親睦は、あくまで主役はゴジラなんです、と語ると、話は単純で、ゴジラという恐怖に対して人間がどう立ち向かっていくのか。そこを山崎組が細かいところまでこだわった映像と音と共に感じてほしいです、とメッセージ。浜辺も山崎監督もおっしゃっていましたが、7年前に公開されたシン・ゴジラが素晴らしかったことで、この作品を期待されている方も多いと思いますが、それを絶対下回らない、とても繊細かつ迫力あるゴジラ映画が誕生したと思います、と力強くアピールした。